先生からは回復系や防御系の呪文と格闘技を少し習ったわでも攻撃呪文ができなかったからマダンガンをもらったんだええ卒業の日にねあの日のことは忘れられないわ卒業の証アバンの印ですこれをつけておけば全国公認の正義の味方ですよ それからこっちは私からのプレゼントですプレゼントマダンガン魔法を詰めて撃てるというグレートな武器です噂と書物だけで私が作ったものですが先生私こんなおっかない道具いりません私はただ父さんと母さんみたいに。 村の人たちを守ってあげられる人になりたいと思ってそれだけなんですマームあなたは本当に優しい人ですねでもねマーム愛や優しさだけでは必ずしも人を守れない時もあるのです正義なき力が無力であるのと同時に力なき正義もまた無力なのですよ それにこの武器はあなたの攻撃力を補うだけでなく回復防御系呪文で人を救うこともできます要は使いようです大丈夫あなたが使っている限りこれが正義なき力になることは絶対にありません私が保証しますよちょっととぼけてるけど。 強くて優しくて本当に素敵な先生だったわああなんだか急に会いたくなっちゃったな、うん、深くいかにアバンの人とはいえあのような小僧にやられるとはおのれやれとるなクロコダイン何者だ <laughs> まあ無理もないわなたかが数人のガキにそのような傷を負わされてはなザボエラ貴様俺の負傷をどうやって知った戦場の見張り役悪魔の目玉は我が妖魔師団の一員このわしに知らぬことなどないわうんそれで俺を笑いにでも来たのか お主の危機を知り助力しようと駆けつけたんじゃよ同じ軍団長としてのよしみでな何だと貴様この俺にそんな卑怯な手を使えというのか貴様ごときの手など借りずとも俺は正々堂々とやっと戦い勝ってみせるわどうかな あのイという小ぞ、なかなか侮れんぞ。ハドラー様にひどい傷を与えたらしい。それに、万に一つ次に奴を仕留め損なったら、マ、まあ、ウオ君に居場所がなくなるぞ、クロコダイン。うん、大の実力を知るハドラー様はともかく、他の四団長が何と言うかの。 獣王クロコダインは小僧の首一つ満足に取れん打ちつけ者であったのかと。な、何を悪いことは言わんよ。これを使え。お主とて今の地失いたくはあるまいさあ、大を倒すためだ。受け取れ。うん 翌日マームはダイが村の長老へ魔法の修行をさせてほしいと話すところを目撃するアバンの弟子に教えるほどの力はないという長老しかしダイはアバンは自分たちを守るために死んでしまったのだと告白するだからアバンの仇を討つためにも強くなりたいのだと訴えるダイその熱意を受け長老はダイとの魔法の修行を了承する 一方その話を隠れて聞いていたマームはアバンの死に大きな衝撃を受けるさらに翌日ダイは長老との修行によりメラを発言させられるようになる完全な成功ではないものの長老はダイの弱点を工夫で補う様を褒め上げるアバンの仇を討つため修行を続ける二人を見てマームは一人思い悩むのだった じゃあねマームいろいろありがとうごめんね本当はついていってあげたいんだけど大丈夫さ長老様から森の地図をもらったしねさよならまたいつか必ず来るよ二人とも命がけで先生の仇を討とうとしているのに私私マーム言っておあげなさい 母ダイくん大君たちの手助けをしてあげたいのでしょう私たちのことは構わずお行きなさい私もね昔この村を飛び出していったのよ傷つきながらも戦い続けていたアバン様や父さんを見かねて私の娘だものしょうがないわよね母さんマームやこの村のことなら大丈夫じゃ わしもなんとか踏ん張ってみせるわいみんなありがとうありがとうダイポップお、っマ<ん>ムダイポップ私も行くわやったーダイポップあなたたちがアバンの首都と呼ばれるなら 私はその先輩でしょだから、私も先生の意志を継いで戦うわ。お前、まさか詳しい話はみちみち聞かせて。さあ、こっちよ うん、なんだなんだそうかここは記憶の神殿そして我はこの場所に訪れたということはそなたらはここではそなたらの記憶をもとに様々な試練が行く手を阻むであろうだが試練を乗り越えていけば。 記憶はより強固なものとなり、新たな力を得られるはずだ。っ <laughs> そなたらには不思議な力を感じる。久々に訪れた人間だ。我の知識と記憶さあ、記憶の神殿を巡るがよい。